情報科学部学部長の木島と申します。本日は情報科学部オープンキャンパスにご参加いただき誠にありがとうございます。皆さんにはこのオープンキャンパスで3年前に開設されたばかりの情報科学部のことを詳しく知っていただけたらと願っています。さて皆さんはソサエティ 5.0 や超スマート社会、第4次産業革命、あるいはデータ駆動型社会、データは21世紀の石油、DX、デジタルトランスフォーメーションなどの言葉を聞いたことがあると思います。これらは今後我が国が向かうべき方向として官民挙げて取り組んでいる課題を表した言葉です。実は情報科学部で学ぶ内容はこれらの課題と深く関係しています。超スマート社会とは経済的発展と社会的課題解決を両立し、人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができる人間中心の社会であり、これを実現するためには様々なデジタルデータを AI、人工知能やデータサイエンス、および ICT、情報通信技術で知識化し、情報システム、情報ネットワーク、あるいはロボティクスなどのデジタル技術を活用して自動化、高度化する必要があります。すなわち、AI、データサイエンス×ビッグデータが新しいデジタル社会を牽引する鍵であり、このデジタル化の流れはポストコロナの社会においてますます加速するものと思われます。2016年の日本最高戦略第4次産業革命に向けてでは、 IoT、 モノのインターネット、ビッグデータ、 AI 等を牽引するトップレベル情報人材の育成が掲げられ、また昨年発表されたAI 戦略2019では、我が国の小中学校、高等学校、大学、大学院、社会人のライフサイクル全般において、AI、データサイエンス教育を普及することが掲げられています。皆さんも承知のように、その一環として、今年度から小学校にプログラミング教育が導入され、2022年度からは、高等学校で情報1の必修化が予定されています。こういった社会の流れの中で、広島大学情報科学部は他大学に先駆けて AI、データサイエンス×ビッグデータに関する教育を若い世代の皆さんに提供することができます。大学というのは将来の社会を担っていく人材を育てるのが役割です。 AI や IoT に代表される情報技術の進展に貢献できる人材、またたくさんの情報が満ち溢れている現代社会において、それらをうまく利用し社会に役立てていける、いわゆるデータサイエンティストと呼ばれる人材の育成です。こういった人材は何年か後に社会のほとんどの分野で必要とされる人材です。情報科学部で学んだことを使って若い皆さんが今は夢にも考えられないことや、日本社会の目標である超スマート社会が実現できると確信しています。情報科学部ではデータサイエンスとインフォマティクスという2つのコースが有機的な学習を通してデータで未来を切り開く人材の養成を目指しています。我々は IT 系とデータ分析系が情報科学という車の両輪だと考えていますので、そういう意味で広島大学情報科学部はバランスの取れた良い学部だと思っています。 AI が進化すれば、さまざまな職業がなくなると言われていますが、その論理で言えば大学教授もいらなくなる可能性があります。実際今年のコロナ禍ではウェブ講義が一般的に行われています。ただ単に知識を伝えるだけでしたらAI の方が上手かもしれません。しかし実際には大学教育ではコミュニケーションを通して、そこから知識以外にも多くのことを学びます。大学では
相手に自分の考えを伝える力、逆に相手が考えていることを理解する力、および相手と議論しながら新しいことを作り出す力、こういう意味でのコミュニケーション能力が重要になります。コミュニケーションする相手は日本人とは限りませんので、英語でのコミュニケーションも必要不可欠です。情報科学部では専門科目以外にも英語の能力向上に力を入れています。広島大学情報科学部にとって重要な要素の一つが文理融合です。これまでの情報分野は工学あるいは理系というところに限られていましたが、社会のすべての分野でデータや情報技術の重要性が際立ってきた現代社会においては、いわゆる文系とか理系とかを区別するのではなく、社会の変化に柔軟に対応できる人材を育てていかなければなりません。本学部は文系入試でも受験することができますし、昨年からは3年次編入試験も導入されました。もちろんバリバリの理系学生も大歓迎です。しかし、いわゆる柔らか頭の文系能の人にもどんどん来てほしいというふうに思っています。さらにこの分野での学びは将来的に医療介護やマーケティング金融などの幅広いフィールドで活かすことができます。こういった分野では女性の観点というものが大いに役立ちます。欧米ではこの分野では女性が半数を占めていることですから、たくさんの女子学生にも来ていただきたいというふうに思っています。入試のこと、2つあるコースのこと、卒業後の進路のことなどの詳しい説明もあります。皆さんには情報科学部のことをしっかり知っていただき、ご自身のみならず、ご家庭やご家族やお友達に情報科学部のさまざまなことを伝えていただけたらというふうに願っています。本日ご参加いただいた皆さんと何年か後に、広島大学情報科学部の学生としてお会いできることを楽しみにしています。以上をもちまして私の挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。